皆さんこんにちは、のばなーです。今日はドイツ暮らしの土曜日と日曜日を動画にしてみました。ドイツでこんな風に過ごしてるんやなと動画を見ていってくださると嬉しいです。土曜日は子供たちはテレビを見ていい日なので、今子供たちはポケモンの映画を見ています。その間にお昼ご飯と久しぶりにキムチを作ろうと思います。皆さん聞いてください。1日5杯は飲んでいたコーヒーをやめることにしました。これはおさゆです。まずは子供たちのお昼ご飯を作ります。簡単な焼き飯にしたいと思います。私も子供の頃はお母さんがよく焼き飯を作ってくれました。私が小学校の時は土曜日もお昼まで授業がありましたからね。家に帰ってからすぐ吉本新喜劇を見て焼き飯を食べた記憶があります。皆さん、焼き飯に入れる好きな具材とかありますか？絶対に欠かせない具材があれば教えてください。ここに私のお気に入りのレシピが入っています。2年ぶりにキムチを作りたいと思います。白菜はエデカで買ってきました。白菜はドイツ語でヒーナコールと言います。この日は土曜日、夫は朝から屋根裏部屋の床の張り替えをしています。日曜日は大きな音を立てられないので、土曜日に動けるだけ動いています。日本在住の皆さんは日曜日に大きな音を立てたらダメなんて考えられますか？アパートとかだと日曜日に掃除機や洗濯機もかけてはダメというルールがあります。とにかくルールだらけのドイツ。家を建てる時も庭に木を2本植えないといけない。その木は果物の木でなくてはならない。カーポートを設置するにはお隣さんの許可が必要。鳥を保護する法律があるので木を切っていい時期が決まっているなど、ものすごくルールが多いドイツ。ルールを守って生きていると平和に過ごせるのですが、ルールを守らないと平和には過ごせません。そのルールをしっかり守る国民性がすごいなぁと思います。皆さんはドイツ人に対してどんなイメージを持っていますか？ドイツ人といってももちろんいろんな人がいますが、ドイツ人に対するイメージをコメントに書いてくださると嬉しいです。ちなみに、ドイツ人と日本人は似てると聞いたことがあるかもしれませんが、私はドイツに住んでみて、どこが似てるんやろと正直に思います。考え方とか根本的に違うなぁと思います。そして、羨ましいと思うことも多々あります。ドイツ人たちは曖昧な答え方なんてしないので、日本人的感覚でいると傷ついてしまうこともあるのですが、慣れると結構楽です。でもこの感覚で日本に帰ると私嫌われてしまうかもとも思います。さて、キムチ作りですが、白菜の芯の部分と葉の部分を分けました。芯の部分にお塩とお水を入れます。私はここでお水を入れるのをすっかり忘れていたので後で追加しました。30分待ちます。子供たちの焼き飯が終わりました。次は私たちのお昼ご飯を作ります。
30分経ったので、芯の部分に葉も加えていきます。落とし蓋をして、重しを乗せて2時間から3時間くらい待ちます。今日は娘はお友達の誕生日会に招待されてるので、プレゼントを準備します。うん、おいしい。このシャキシャキがおいしいね。キムチ作りに必要な生姜がなかったので、エデカに買い出しに行ってきました。さて、2時間経ったので、次は水切りしていきます。水切りしている間に、キムチのヤンニョムを作ります。この網の塩辛が手に入ったので、これを使います。リンゴと生姜とニンニク、あとはおネギ、そして唐辛子。
唐辛子はこのキムチ用のものを使います。本当は2種類の唐辛子を使うと良いのですが、面倒なので1種類にします。ヤンニョムができました。水切りは一晩かけてした方が良いみたいですが、面倒なので3時間くらいにしています。基本的に面倒くさがりなのでキムチ作りに向いてはいないのですが、アジアスーパーで買うキムチは高いし、自分好みの味のものがあまりないので手作りします。この小さな容器はフランクフルトにある納豆24さんの納豆の容器で、めちゃくちゃ便利です。ここにキムチを入れようと思います。私の好きな味に仕上がりました。キムチのある生活、幸せです。どこを開けばいいんだよ。どこを開ければいいんだよ。ここだよ。どこ開けるとこあるんだよ。ここだよ。ここだよ。ここだ。そうだよね。めちゃ短い。マイクいい？いいよ。Hey! 今だって帰ってくる人は一緒におる。ちょっと大きすぎるな。ハンボさん、待て、ハンボさん。何、ハンボさんこれよ。さあ。おいしい。OK、出発。日曜日はどっこのお店も開いてないドイツ。開いているのはレストランやカフェだけで、日本のように買い物をすることはできません。日曜日にドイツ人たちがすることは、
散歩やお友達や家族の家を訪ねること。届く当時は日曜日に散歩すると聞いて驚いたものです。散歩ってなってました。新鮮な空気に触れることを大切にする国民なんですよね。そんなドイツ暮らしにも慣れ、私も散歩が好きになってきました。この日は日曜日、お昼ご飯を食べたら森に散歩に行こうと思います。ある視聴者さんがプレゼントしてくれたこのみやびたけのお弁当箱、めちゃくちゃ気に入っています。ここに残り物で作ったおにぎりとお友達がくれたカロリーメイトを入れます。お弁当を準備して森へ出発です。皆さんもお散歩は好きですか？幸せは自分の心が決めるという相田みつをさんの言葉が好きです。どこに住んでいてもそこにある幸せを見出し、幸せだなぁと言いながら生きていれば、
それが私の幸せなんだと思います。生きていると辛いことや腹立つこともたくさんあるし、逃げ出したいと思うこともありますが、ふと立ち止まって考えたとき、なんだ全部あるやんって思います。皆さんも好きな言葉や詩はありますか？よかったらコメントで教えてください。そして今日も最後まで見てくださってありがとうございました。